お疲れ様です。お疲れ様です。告知動画です。はいはい。ですね、令和5年7月29日土曜日ですね、はい。14時、午後2時から18時10分までですね、はい、長丁場なんですけども、去年度にやってた A 型事業所のスコアアップ視察実習研修をします。去年度から始めてるんですけど、これは何かっていう と、A 型事業所のスコアってあるじゃないですか、はい。で先進的事業所っていうところの登録をですね、弊社がモニス認定企業っていう登録を受けたので、先進的事業所になりましたと、でその先進的事業所に視察に行ったり実習に行くことでスコアのですね、4番支援力向上の1点を満たすことができると。なるほど、はい。でさらに、その僕らがやってる、スコアアップ視察実習の研修の内容っていうのが1つ目、時間ですよね、働く時間、生産活動収入2つ目、3つ目、多様な働き方、4つ目、職員の、資質向上かな、能力向上、で5つ目地域連携活動をどうやって取っていくかっていうところの説明を、はい、研修でさせてもらうんですけど、去年ありがたいことに、何社ぐらいかな、20社ぐらいは受けていただいた、はい、ね、はい、セミナーになります。でですね、研修費は1回、税別5万円となってます。はい、はいはい。で1事業所ごとの費用になるので、1法人で2事業所さんやってるとかだとこれ別になります。5万円、うん、5万円になります。スコアが違うからですよね。それそれ、スコアはその事業所に紐付くものなので、1法人の金額じゃなくて1事業所の金額になるのと、あとは1事業所4人までですよね、確か。はい、はい、4人まで参加可能なので、あの代表の方とか管理者だけじゃなくて、ぜひあの調整聞くんであれば支援の方とかもですね、あのあんまりこういう機会ないと思うので、あの楽しみに来てくれたらと思います。はい、はい。で今年度は、前年度と違ってそんなに回数多くやらないんですけど、もうこの令和5年度のスコアもそろそろちょっと考えていかないといけないっていうところなので、うん、あのもしあのスコアの、ね、点数の取り方とかどうかなって悩んでる方は、あの研修来ていただけたらと思います。はい、はい。なんか駆け込みが結構去年年度末で多かったんですけど、はい、正直もうスコアのこと僕らもずっと考えてるんで、考えないといけないんですよ、うん、本気で。なので早めにあのゲットしといた方がいいかなと思います。確かにそうですね。僕らこの間話しましたもんね、うん、着地がこれぐらいになりそうやなっていうので、来年の報酬単価変わるかもなとかっていう話をしてるぐらいなんで。確かに確かに、まだ年度始まって3ヶ月ぐらいやけど、うん、でももうそろそろね、そうです、進めとかないといけないかなというところなので、うん、はい、お早めに申し込みしていただけたらと思います。はい。申し込み方法は、申し込み方法はフォームですね、 Google フォーム作って、で、そこからになるので、この概要欄にも貼っとってくれるかな、うんうんうん、とか、あとはまあ、SNS とかでもまた告知はするので、その Google フォームから申し込みしていただけたらと思います。うん、最後に日にちをもう一回、はい、令和5年の7月29日土曜日です。はい、はい、土曜日の14時からになるので、午後からちょっと時間を空けていただいてですね、申し込みしていただけたらと思います。オフラインです。はい、去年めっちゃ遠方からも来てましたもんね、沖縄、どこ、 上はどこですかね、東北のね、どっかどこやったっけ忘れたけど、全国各地から来てもらったので、うん、はい、それぐらいあの点数稼げるっていうのはすごく重要なので、ぜひ来てください。しかも A 型事業所の人とかでこう見学来たいとかやったらね、そうですね、きっかけになりますからね。きっかけにもなるんで、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。どうしよう、ありがとうございました。